こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、望遠レンズ、珍しいレンズですよね。レンジファインダーレンズで、望遠レンズというのはちょっと珍しいんですけれども、ライカの、レンジファインダー用望遠レンズ、エルマリートの 135mm になりますね。はい、ご覧の通りエルマリートの 135mm ですけれども、レンジファインダーの、カメラですと、やっぱり望遠ですとですね、ブライトフレームがの枠、見えている視野枠がね、すごくちっちゃくなっちゃうんですけども、そのためにですね、このメガネが後ろ側についてまして、90ミリのですね、視野枠を135ミリに拡大してくれるですね、画面いっぱいにこう見えるですね、このルーペみたいなこのメガネがついてまして、非常に使い勝手のいいレンズに変身したような感じになってますね。はい。このレンズがですね、意外と評判がすごく良くてですね、よくですね、街中のスナップなどをやるときではですね、広角レンズがやっぱり人気なんですけれども、広角か標準が人気なんですけれども、そういうレンズだと、余計なものまでがですね、いろいろ映り込んじゃうときにですね、この135mm 望遠を使うと、この映したいものだけをですね、綺麗に切り取って、まあ、近くに寄れないものもありますしね、そういう場合に、非常に重宝するということで、評判のいいレンズです。描写も非常に柔らかくてですね、物の質感を非常に拾って描写してくれるんですね。金属はもう硬い、硬い金属感のある描写で、植物とか人の、肌とかですね、髪なんかは非常に柔らかく写し取ってくれるということでですね、非常に評判のいいレンズです。色も濃くて、しっかりとした描写してくれますしね、線も、太くなく細くなく非常に綺麗な描写が、評判になっているレンズですね。ということで、外観から見ていこうと思います。このレンズは2代目になるんですかね、第2世代になるんですかね。ちょっとこのローレットの形が初代とは違う感じになってますね。はい。で、フードがこう、引き伸ばし式で内蔵されてますね。はい。ということで、外観から見ていこうと思います。外観はですね、うっすらやや使用感があるかなという程度ですね。結構、ガンガンに使ってた感じかなという感じですね。まあ、目につくような、すごい当たり凹みとかですね、落下痕のようなものはないんですけども、ほんとうっすらですね、こういう先端のところとかに、よく見るとペイントロスがあるかなっていう感じですね。あとは、この辺にね、ちょっと凹んだ跡があったりとか、ですね、この辺ですね。この辺にちょっとペイントロスがあるかというぐらいですね。はい。ほんと目立つような箇所は見当たらないです。マウント部分も綺麗ですね、落として歪んだりどっかに強くぶつけたり擦ったりした跡はないです。はい。でレンズもですね、ご覧のように前玉後玉ともにですね、擦り傷、引っかき傷、コーティングの剥離摩耗とかですね、もないですね。中玉にも曇りカビとかバルサムとかないですね。はい。光学に関しては全然、問題のないレンズです。ホコリ散りも全然、肉眼でも見えません。で、メガネ部分ですね。も、曇りとかですね、バルサム、ホコリ散りの混入もないですね。はい。両方いいですね。はい。絞りの動きも軽く、動作してますね。油汚れとか、羽の痛みもないですし、ピントリングの動きも、一定のトルクでいっぱいまで滑らかに動いております。はい。動きムラはないですね。はい。ということで、非常にいいですね。結構人気のあるレンズですね。エルマリートの 135mm ですけれども、ですね。念のため、全体的な分解整備、清掃をですね、末永くご使用いただくためにですね、ご依頼いただける場合は、オプションから、お選びいただけましたらですね、当社にて格安にて受け負わせていただいております。はい。それとですね、今回付属品がこのリアキャップだけになってまして、マイキャップが
ちょっとなくてですね、前オーナーさんがちょっとなくしちゃってましてね、つけられなかったんですね。はい。フィルターがですね、ちょっとフィルター系がちょっと今出てこないんですけれども、フィルターをつけてですね、キャップ代わりにしてもらえたらなというふうに思っております。はい。あるいはですね、こうやって、レンズをガードしていただければと思います。はい。ということで、ライカの、評判のいいレンジファインダー用望遠レンズ、メガネ付きのエルマリート 135mm になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。